それでは桑田二軍監督にお話を伺います。まずは今日の試合振り返ってみていかがだったでしょうか。はい、はい、今日は先発のメンデスがね、今年一番のピッチングといいますか、なかなか調子が上がってこなかったんですけど、非常にいいピッチングをしてくれましたね。そしてゲームを作ってくれたので、非常に見てても安心して見てられる試合でしたね。その後もリリーフ陣も含めて無失点、はい、スワローズ打線をヒットも9回入るまではヒット1本という形に抑えましたが、はい、そうですね、最後ちょっと伊藤祐介がもたついたところあるんですけど、投手陣はよくシーズン開幕してからも、ね、ずっと抑えてくれているのでね、はい、順調に来ているかなと思います。はい、バッター陣で言いますと大城にいい当たりが出ましたね。そうですね、ようやく1本出ましたんでね、でも2軍に来てからはこう笑顔も増えましたしね、練習に取り組み方も非常にこうアグレッシブに、はい、率先していろいろ練習やってる姿見てね、非常にこう頼もしく思いましたけどね、はい、結果が出て本当に良かったなと思います。あとは秋広、そして浅野、山瀬にも1本が出ましたが、いいところでバッター陣は1本出たようにも見えましたが、はい、どうでしょうか。なかなか結果にはつながってなかったんですけど、内容とかですね、取り組む姿勢っていうのは非常に良くなってますので、ようやくこう結果に結びつくようになってきてるのかなっていうふうに見てますけどね、はい、そして明日で5月の試合は終わりますが、はい、ここまでを振り返って1軍のその選手の調整、供給、育成というテーマを掲げてらっしゃいますが、はい、ここまでどうでしょうか。そうですね、ここまで20名以上のね供給をしてきたと思うんですよね。そういう中で、育成も順調に進んでいると思います。今日も中田歩が難しい場面でバント決めたりですね、今も打撃の方は内容はあまり良くなかったんですけど、守備で一つ難しい打球を処理してですね、はい、毎日少しずつ前進してるっていう、成長してるっていうところが見えますね、はい、明日以降も戦い続きます。明日に向けても一言お願いします。はい、とにかく2軍では失敗を恐れずチャレンジするっていうのを合言葉にですね、毎日選手たちに伝えてますので、明日も失敗を恐れず挑戦して何かを掴んでもらいたいなと思ってます。桑田二軍監督でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。